瀬川さん、本日は本当にありがとうございます。ね、もう本当に神々しく、瀬川さんありがとうございます。でここでこの絆ステージを共催しております株式会社シマハングループ代表取締役社長、はい、鈴木浩介様より花束の贈呈がございますのでお受け取りいただきたいと思います。ありがとうございます。鈴木社長さんからいただきこちらが鈴木社長さんでいらっしゃいますが、まあ、随分お若い方なんですね。今日はお招きありがとうございます。あ、今何のやつかな。ありがとうございます。よくこういうお花いただくと中にご主義が入っていることもありますけど、その心配もないのか。それはありがとうございます。本当にありがとうございます。素敵な方ですね。せっかくなので鈴木社長からもご挨拶いただけますでしょうか。シマハの鈴木です。日頃より地元の皆様、また地域の方々に本当に、お世話になっています。株式会社シマハは、地域の皆様のためのあったらいいなっていう施設だとかサービスだとかを今後も、提供できるように地に足つけて頑張ってまいりたいと思います。また、今日もちろん瀬川さんはじめ、石川さん、三岡さん、また事務所の方々、あと今日このステージを作るにあたって秦野の市役所の皆様、またスタッフの皆様方、本当にありがとうございます。まだ引き続き、瀬川さんのステージ続きますので、楽しんでいってもらえればなと思います。ありがとうございます。鈴木社長ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。お写真なんかはいいんですか。せっかくですので、よろしかったらどうぞ。撮りました。じゃあもう皆さんもね、この機会にたくさん撮っていただきました。もうお待ちください。前から撮っていただいておりますね。2人だけでいいですか。じゃあこの後また皆さんと、はい、乗せていただきたいと思います。どうもありがとうございます。さあそしてね、佐川さん、この後まだステージがございますので、ちょっと花束お預かりさせていただきますね。また後ほどお渡しさせていただきます。それではこの後もよろしくお願いいたします。ここしてないんだ。皆様改めまして、こんにちは。すいません、こんばんは。瀬川英子でございます。今日こうしてタバコ祭り第77回ということをお聞きしました。そして先ほどの社長さんのお父様、が77歳でいらっしゃるとお聞きしました。今日お招きいただいたのはきっと私も77歳だからだと思います。自分で言うのもなんですけど、若く見えると思いますけど、でも今日皆様とこの秦野タバコ祭りでお会いする、こんなに近くで私を見ていただける、そう思ってどんな衣装を着て来たらいいか悩みました。あんなドレスはどうかしら、こんなドレスはどうかしら、そう思い、それが似合うが似合う前がつい作ってしまいます。デビューして今年で57年、一体今人いくつなのかしら、そう思った方、あまり数えないでいただき、逆に片腕と逃れたらいけないからね。この衣装は私がデザインしたんですけれども、やはり何か作る時にはイメージを持ちます。今見ていただいております、この赤いドレスは唐辛子をイメージして頭もついでにつけてまいりました。先ほどもしかしたら足がもうほとんど弱くなってしまいまして、それでもくるっと回りたくなって回ってしまいました。こちらのお客様、ご覧いただけますか。ねえねえ。じゃあちょっと後ろをまたもう一回見ていただいて、別に撮ったことないんですけど見えましたか、お客様。では、ただいま何て言ってくださったんですか。最近耳がちょっと遠くなっちゃって。そういったんだ、そういったんだ。素敵な、今なんて、かわいい、かわいいだって、綺麗
自分で言うのもなんですけど、自分でも今日は可愛いな。それではあちらの方のお客様にちょっと見ていただきに行ってきます。綺麗だよって嬉しいですね。何かこうして歩いていても自分で思うほど足も上がらなくなりました。あんなにあった筋肉も一体どこへ行ってしまったのか、捜索願いを出しましたがそれっきりで。こんな私が生まれたのは昭和7月6日です。21年は騙したな。言わなかったな。回るの忘れておりますいろいろと。はい、あ、私どこ23年っておっしゃったんですか。77って最初に言ったじゃん。でもこうして見ていただけることで顔を塗ったりいろいろ努力をして、まあ、少しでも元気に見えるようにと思っています。元気で見えるその理由はやはりこうして素晴らしいお客様に見ていただけてることが一番だと思っています。私の父も歌手でした。娘の私も歌手にしたいと、そういう思いで私たち親子の夢が叶い、